リリアさん、この度はモストロラウンジのケータリングサービスをご利用いただきありがとうございました。いや、それにしても盛大ですね。教員も含めて学園関係者を全員招待なさるとは。ふふふ、王族貴族に商人に、実に華やかな集まりじゃろ。わしがあやつにしてやれるのはこれくらいのものだからな。あやつ？今日はリリアさんのお別れ会だったと記憶していますが。いや、こちらの話じゃ。今日の料理に使われた食材は、サンゴの海や陽光の国から取り寄せた一級品ばかり。旅立ちの日の花向けに、僕から魚料理とデザートを一種ずつプレゼントさせていただきました。おお、太っ腹だの。ではこれでお主らがマジフト大会で獅子の子らに加担したことはチャラじゃな。はて、リリアさんが何をおっしゃっているのか僕にはさっぱり。くふ、アズール、過ぎたる欲は身を滅ぼすぞ。重々気をつけるがよい。最後まで食えない人だな。先輩からのご指導ありがたく頂戴します。リリアさん、あなたのマレウスさんをさりげなくもしっかりと補佐する手腕、いつも勉強させていただいていました。普段僕は技は見て盗めを信条としているのですが、本日でお別れということで、最後に一つ質問をしても。もちろん、わしに答えられることなら。マレウスさんのように自由奔放な、失礼、マイペースな方をサポートするスキルはどのように身につけられたのです？特別なことは何もしておらぬ。単に慣れじゃよ。マレウスの祖母も母もドラコニア一族はマレウスとは比べ物にならんほど超マイペースで頑固者揃いでな。どいつもこいつもわしの言うことなどちっとも聞きゃしない。それに比べればマレウスなどまだまだ可愛いものよ。なるほど。では学園に入る前から長年家族ぐるみのお付き合いがあったのですね。そうじゃ、長い長い付き合いになる。それも今日までと思うとやはりちと寂しいの。寂しいの？ならまだ一緒にいりゃいいのに。メンダコちゃんとは学年ちげえし、学校行事くらいしか絡むタイミングなかったけどさ、クラゲちゃんから超強えって話は聞いてたし、一回本気でやってみたかったね。なんで学校を辞めちゃうの？あやつらに超弱え姿を見せたくなかったからじゃん。ああ、ごめん、周りうるせえから聞こえなかった。魔法が使えないものは特例を除きこの学園に席を置くことはできない。わしもそれに従い去るというだけの話よ。在学中に生意気な後輩の花っ柱を折ってやれず、わしも残念じゃ。はぁ、言うじゃん。俺簡単に折られる気ねえけど。ま、でもこれでお別れだし、一応年長者を敬ってそういうことにしといてあげる。んじゃメンダコちゃん、元気でね。お主らも元気だな、アクタレ小僧ども。